新徳本店跡株式会社新徳は、かつて、東京、秋葉原を中心に4店舗を展開していた、家電量販店。1993年に特別生産を申し立て、倒産した。新徳は1933年に創業、1955年に株式会社、新徳電気商会を設立し、新徳電機、新徳電機、新徳と社名を変更してきた。 当初は充電関連を扱っていたが、秋葉原の盛況とともに家電販売に転じ、JR 秋葉原駅前の中央通りに面した一等地に地上9階、地下1階建ての本店を構え、長らく秋葉原の家電量販店群の一角を成していた老舗である。外国人観光客向け免税品販売にも注力し、1984年には、 中央区日本橋箱崎町の東京指定アターミナルにも出店した。秋葉原では本店の他に電気街口の南側に新徳江光店を要し、最盛期の1989年2月期には102億円を売り上げるまでに成長した。しかし、それまで売り上げを牽引していた AV 機器、高級家電の不振に加え、郊外型量販店や、 ディスカウントストアとの競合による秋葉原の集客力の低下、さらにはメーカー反射がヘルパーやリベートの圧縮策に転じ、家電販売の収益は低下していった。そうした1989年の状況の中、新徳は業界に先立って非家電業態への転換を推進。新徳エコー店の4階をガング売り場に改装し、さらに10月31日、 本店の一軒を置いた隣に非家電分野中心のホットリストを開店した。若者や女性をターゲットに輸入雑貨やプレイガイド、美術品まで手掛けた新業体験であり、中堅家電量販店の生き残り策として注目された。しかし、目標としていた年賞30億には届かずホットリストは失敗、全面改装して1991年9月1日に、 AV ソフト専門店に衣替えし、1992年10月10日には、セガエンタープライゼスと業務提携して本店をゲームセンターに業態転換。翌1993年1月にはドラッグストアを回転してチェーン展開に乗り出すなど、非家電部門の強化と事業の多角化を推し進めていった。このように、非家電業態への転換と多角化を急いだ背景には、 1991年3月にメーカー反社からのヘルパーが全敗になったことが大きいと言われている。本店のゲームセンターは当初の売り上げ予測を上回り好調であったが、度重なる店舗の改装投資の負担が重く、のしかかっていた。一方で本業の家電販売は2年連続の、冷夏による夏物商品の不振など長引く、家電不況で売り上げが低下。 ヘルパー廃止による人件費の増大が追い打ちをかけ、資金繰りが悪化した。借入金の増加で賄っていたが、ついに金融機関の支援を得られなくなり、1993年10月13日に63億円の負債を抱えて、東京地方裁判所に特別生産を申し立てて、倒産した。家電量販店大手各社が揃って、非家電部門の強化を図っていた当時、 秋葉原の量販店の中でも特に非家電部門に力を入れていた新徳の倒産は同業者に衝撃を与えた。新徳が倒産して間もなく、同じく秋葉原で家電量販店、広瀬無線を展開する広瀬商会の廃業も報じられ、秋葉原の集客力低下の話題が当時のマスメディアを賑わせた。新徳エコー新徳エコーあとありがとうございます。